こんにちは、萌です。今回はオイルチョークです。オイルチョークで、ポートレートを描いていきたいと思います。で、今回描く、ポートレート人物画はリチャード・アベドンという、アメリカのフォトグラファーです。私の、好きなフォトグラファー写真家さんなんですけど、彼はですね、私の好きなツイギーとか、オードリーとかいろいろ有名な方を撮られてる写真家さんです。で、今回は、いつも通りベニヤ板みたいな、ウッドパネルにジェッソ塗ってます。もうこれはちょっと省略してますけど、そのやり方も違う動画で出してるので、見たことない方はそれを見てもらえたらと思います。で、いつも通りそのジェッソを、2度塗りして綺麗にしてから、これはね、シャーペンで、グリッドを描いて、その上に下書きを描いてます。で、これもキャンバスの絵と同じように、下書き、まあグリッドを描いたら下書きまでそこまで詳しく書かなくてもいいんですけど、これを例えばグリッドで書いてから絵の具をそのまま、絵の具とかチョークをそのまま塗っちゃって、そのマス目とかがねずれてたとか、ちょっとのずれで大変なことになっちゃうので、書き直さなきゃいけなくなっちゃうので、ある程度ここは何かなっていうのを分かるように、下書きしてます。で、今回は白黒なので、白と黒と、あとちょっとチョークがもったいないし、はい、グレーも残ってたのでグレーもちょっと使ってます。で、このオイルチョークの時のポイントは、白、まあ、カラーの時もそうなんですけど、白黒の時も同じなんですけど、白いところっていうのは、白って何か色が混ざるとすごく影響が出る色になっちゃうので、例えばこれだと白にちょっとでも黒が入ってしまうと、もうすぐねグレーになって真っ白な色が残らなくなっちゃうので、真っ白に残したいところっていうのは、なるべく他の色が混ざらないように描いていきます。ただもし混ざってしまった場合は、少し乾かして、オイルなので塗った直後よりも、例えば塗って数時間経った後もう一回塗ると、ちょっとね、元のチョークがちょっと乾いてる感じになって、上塗りしやすくなる気がします。なので、まあ白いところ、いつも言うようにコントラストをつけたいところっていうのは、しっかり真っ白真っ黒にしていきます。これはね、カラーの時もそうです。で、このオイルチョークの時じゃなくても、地面に描くチョークの時っていうのもコントラスト強くしたいので、まあそれも気をつけてます。白い部分は白で、最後にはっきりと描いていくっていう感じです。まあアクリルの時もそうですけど、そのね、少しのハイライトとか真っ白い部分っていうのはすごい大事になってくるので、ちゃんと、描いていきます。ちょっとね、中指と薬指の指先の調子が悪いので、人差し指、今回はね、人差し指しかほとんどもう使ってない感じですね。いつもはいろんな指使って描くんですけど、調子のいい指が、荒れてない指が人差し指しかなかったんで、今回は人差し指だけで描いてます。で、私はたまに細かいすぎるところは擦筆を使ったりしてます。擦
殺筆を使うと殺筆にこうチョークが残っちゃって残っちゃってとかこうチョークが取れていっちゃってっていうのもあるのであんまり使わないんですけど、例えばこれで言うとなんかシワの部分とか手とかねすごいシワがあったり、あと目の部分とかねそういうところにわざとこのテクスチャを残すように殺筆でこう線を入れていくとかそういう風にも使ったりもしてます。なんか指先だけじゃ、まあ、指先だけでもいいんですけどなんかこうもうちょっとシワとかこうリアルに描きたいとかわざとこうスムーズなんていうのかな肌をこう綺麗にスムーズにツルンとした感じの、テクスチャーだったら指先でもいいんですけどもっとこうゴツゴツした感じとかちょっとこうシワシワシワがあってこう線が入ってるようなお肌とかだったら殺筆でわざとこう質感をね足してあげるっていうのもありかなと思います。ただ殺筆でやりすぎると本当に表面のテクスチャーがその殺筆でねこうなんていうのかなチョークオイルチョークがこう持っていかれるというかデコボコしちゃったりするのでその辺はそうなってもいい場所とかそうなった方がいい場所を選んで使っていきます。でもちろんこれ手拭きながらやってます。さっきも言ったように真っ白の部分と真っ黒の部分は色が混ざるとすぐ分かっちゃうので分かっちゃうというか混ざりたくないので毎回毎回ティッシュとかでね手を拭いてぼかしていきます。めんどくさいですけどこれをね拭かずにずっとやってるとねどん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 濁った色みたいな色になっちゃうので、ちゃんと毎回拭きます。この拭く工程は床に描く水性のチョークも一緒です。そのままの手でね汚れたっていうか他の色がついた色で違う色ところを混ぜようとするとやっぱり手についていたチョークとかで混ざっちゃうのでそこは気をつけましょう。あとは混ぜ方とかは私は、まあ、完全に独学なんですけどなのでちょっと床で描くチョークの時のチョークアートよりかなとは思うんですけど、まあ細かいところ描くときとかはこうくるくるしながら描くんですけど別に回しながら描かなきゃいけないとか円を描きながらグラデーション作っていかなきゃいけないとかそういう決まりはないので自分で自分の描きやすいやり方を探して描いてもらえたらと思います。そして出来上がりがこんな感じです。できました。このね手の部分とかのシワの部分はやっぱりね重要かなと思います。肌のテクスチャーとかチョークアートならではの感じが出るのでそこが楽しいとこかなと思います。チョークアートだけじゃなくて他のアクリル画とかも描いてるので、インスタグラムもチェックしてもらえたら嬉しいです。この動画いいと思ったらいいねボタンもよろしくお願いします。では次の動画でバイバーイ。